こんにちは。こちらうちの新しい車です。今年の8月を買いました。チャイルドシートを乗せるために新しい車を購入しました。で、まずを一周で見させていただきます。大家好，那这个的话呢，是我们家新买的车子，大概是在今年八月份的时候买的，因为要放儿童座椅进去。旧的车子的话呢，儿童座椅也放得进去，但是比较起来的话，后座会变得非常的狭窄，所以就买了新的车子。这样的话，就算放了儿童座椅，后座一样也可以坐人。那先带大家绕一圈看看。这台车子呢是尼桑的车子，然后比之前的明显的大了蛮多的。切る？前の車はちっちゃかったので、新しく少し大きくなってる車を購入しました。チャイルドシート入れても、の後ろはちゃんと人が座れるようになってます。前の車はチャイルドシートを入れたら、後ろはほとんど人が座れなくなってるので、ほい、後ろはこんな感じです。那后座的话呢是这个样子。こっちはチャイルドシートです。那这个的话呢，就是婴儿座椅。然后之前的车子的话呢，基本上放了婴儿座椅进去之后，旁边是不太有空间可以坐人的，就是非常的窄。前の車でしたら、チャイルドシート入れたら、横はほとんど人が座れないんです。結構狭い感じで。退屈な感じです。で、前はこんな感じです。那这个的话呢是前座。前座的话呢，前座的话呢也是非常的宽敞，就是以我的身高来说，大概157公分左右的身高来说的话呢，脚是可以完全伸直的。前も結構広くなって、私の身長157センチから言うと、足はまっすぐ伸びれます。で、こちらの車でしたら、ここの、助手席は、椅子が倒れるんです。で、ここもちゃんと、上がれるようになって、足もこうしてなってる。こうしてできる。那这个椅子的话呢，它助手席的部分就是还蛮舒适的，除了就是我的脚可以伸直，还碰不到，其实伸直好像碰不太到，就是除了我的脚可以伸直之外呢，然后它这个椅子可以往后倒，它其实是可以平躺的，但是因为后面有放一个座椅，所以就是不太会有平躺的时候。然后它除了可以往后倒之外呢，它这个地方也可以就是把它升高，然后你的脚就可以稍微就是跨在上面。弄给大家看。こんな感じね。ちょっと待ってよ。これどっち？あ、こっち。これこれ。これね。就是这样，他可以把脚就是稍微架着，こうして足上に置ける。ふう、あれ、うん、OK。 で、次は運転席を乗ってみます。那我们来看一下那个驾驶座。
真ん中これ5分で、うん、ここ同じ、うん、これでもうエンジンかかりました。那就是踩那个中间那边，然后再按这个按钮的话呢，引擎就会启动了。ETC カードを確認しました。もうちょっと飛んで。これでエンジンかかりました。ETC カードを確認しました。これでエンジンかかりました。これでエンジンかかりました。ハイブリッド電気の車なので静かです。ハイブリッド電気の車なので静かです。ハイブリッドは何？まあ、エンジンと電気半分半分で。ああ。ハイブリッドの中国わかんない。じゃあ大丈夫。那因为它是就是应该是节能省碳的车子，所以刚刚像这样按中间，用脚踩中间那个，然后按这个之后呢，引擎就会启动。然后引擎启动的话呢，不太有声音，还蛮安静的。然后最后的话呢，就是它这个上面这边可以打开，上面这边可以打开。然后我儿子很喜欢看，就是他从他的儿童座椅看这边会很兴奋，因为他可以看到外面的天空。最後はね、ここはあの上げ上げ上げれます。ここね、ここの窓は上げられます。で、息子はよくチャイルドシートから乗って、で、ここを上げて、で、外の空を見ると、結構大喜びな感じで。で、ここ普段は、あの、こんな全開の状態じゃなくて、なんか窓もちゃんとついてるので。こうするね。雨の時やったら窓もちゃんとついてるやし。那这个的话呢，平常你也可以不要打开，因为其实蛮热的嘛。然后它有那个窗户，你可以把窗户关起来，这样就算下雨天也可以看窗外。小朋友蛮喜欢的。以上です。那大概就是这样子啦。じゃあね。もみじ、楽しみにしてください。那请大家就期待接下来秋天的红叶。拜拜。